ヒカキンさんの動画が良かったっていう話させていただきたいと思います。はい、こんにちは、 FM 流進堂です。あのね、今回ね、ちょっともう古い話題になっちゃってるんですけど、今更かよっていう話になっちゃうんですけど、夏休み企画のヒカキンさんの動画が良かったっていう話させていただきたいと思います。ちょっと僕、最近皆さん見てる方わかると思うんですけど、あなたの知らない YouTube シリーズっていうのをまあ連続でやり始めまして、で、前まで結構一時期やってたんですけど、それからちょっと違うネタに行って、でまた再開してるんですね。で、それを毎日動画でアップしてるもんだから、いろいろ僕、こう、トークでね、話したいこととか、まあ、トピックスはあったんですけども、あなたの知らない YouTube 上げてる期間は、トーク動画入らなかったんで、まあ、ちょっと話題が古くなっちゃうんですよ。それで、話したかったトピックスが何個かあって、で、その中で、今ちょっと遡って話するんですけども、ちょっとお茶失礼します。まあ、一つ目はね、やっぱり YouTuber ってすごい過酷だなと思ったんですよ。で、やっぱり、まあ、ヒカキンさんをはじめ、やっぱり、夏休み中っていうのが一番 YouTube、こう、再生数が多くなる時期らしいんですよ。そうなると、YouTuber にとっては、皆さんの学生の夏休みは YouTuber にとって夏休みじゃないと。全くもってね。全くもって夏休みじゃないと。まあ、真面目な人ほどね、真面目な人ほど、まあ、ヒカキンさんみたいな、方だと、まあ、特にそうだと思うんですけど、もう、とにかく、夏休み期間中は、もう、毎日動画上げるのは当たり前。で、もうちょっと言うと、いつもより、こう、力の入ったね、特別企画みたいなのも立てていかないといけない。そうなると、もう、ものすごい忙しいわけですよ。で、まあ、9月に入ってからヒカキンさんも、ちょっとこう、余裕が出てきたのかなって思うようなね、そういうような動画も上げてられたんですけれども、まあ、夏休み最後の方に、まあ、花火を打ち上げる、個人的に自分が花火大会を見たいから、個人的に花火大会の、企画をやっちゃうみたいなのがあったんですけれども、あれね、僕思うんですけど、自分のために花火大会やるみたいなことを言ってましたけども、結局その地域の方が見に来るんですよ。その花火大会やるみたいだよみたいな噂を聞きつけてね。で、まあ何百万使ったかわかんないですけど、で、僕個人的に思うのは多分、勝手に来ちゃったんじゃなくて、もうみんな近所の方来ていいですよみたいな感じで持ってってると思うんですよ、きっと。で、そんな自分一人だけで楽しむ花火なんてちょっと考えにくいので、まあ、きっとそういう風なことだったんだろうなと思うんですよ。で、もうちょっと言うと、花火を打ち上げるとかって言っても、それを動画にしてるわけじゃないですか。で、その時点で、まあ、動画を見ているみんなにも、花火を見ていただいてるわけで、やっぱり、なんだかんだ言って、個人的に上げてる花火じゃなかったんだなっていうふうに思うわけですよ。で、やっぱり、ヒカキンさんぐらいまでの、トップ YouTuber になると、自分が、何かをやった時に、どういう影響を人に与えるかっていうのを、かなり毎日意識されてると思うんですよね。だから、なんていうのかな、ちょっと、仏教的な話、仏教的な話になっちゃうんですけど、人のために何かをするっていう、ことと、自分のために、自分がみたいな風になるのって、やっぱりだいぶ、人間としてのこう意識っていうのはだいぶ違うわけじゃないですか。で、特に YouTube っていうのは見てくれる視聴者さんがいて成り立つものなので、とにかく自分がやりたいこと、をただやるだけではなくて、プラス、視聴者が何を望んでいるかとか、どういう動画を出したら視聴者さんが心地よく感じるかとか、そういうプラスのね、気持ちを抱いてくれるかってことに対して、
すごい意識してると思うんですよ。だから僕今回ヒカキンさんはその自分の利益とかね、その自分の快楽のためだけに花火大会をやったわけじゃないだろうというふうに、僕はそういうふうに見えたんですね。だからすごいほっこりするようないい動画だなと思いました。で、ちょうどその動画の中で、セイキンさんとマスオさんも一緒に出演されてて、一緒に動画、花火大会を見に行くシーンがあるんですけど、実際のところ、ヒカキンさんは、こう、自撮りしながら、まあ、この、後ろ側でね、花火がバンバンって上がる様子を撮ってるわけですよ。だから、ヒカキンさん結局自分のために花火上げようとしてたのに、自分は見てないじゃんと思って、でやっぱそこもやっぱりすごいなと思うんですよね。うん、だからそこら辺もなんかプロ意識みたいなのが見えたし、すごい視聴者さんに対するサービス精神っていうのがある人なんだなっていうふうに思いました。はい、まあ、そんなような形でまあちょっとヒカキンさんをなんか褒めたたえるような動画になってしまったんですけども、まあ、やっぱりどんな動画見ててもその動画の中から何か学べる部分が見つかったら、やっぱそこは素直に学ぶべきかなというふうに思います。やっぱそういう意味ではどんな動画出されている YouTuber さんの中にも、まあ学べるところはあるのかなっていうふうに思ったりもしています。で、まあ例えば失敗しちゃった YouTuber さんの件に関しても、こういうふうなことすると失敗するから気をつけた方がいいんだろうなとかね、そういうところでもやっぱり学ぶところはあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、本日はここら辺で失礼いたします。ありがとうございました。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。